はい、えー、今回ですね、えー、お知らせということで、本日の19時20分ですね、本日の19時20分から、えー、ドリームアカデミアの毎月やってるフォローアップ勉強会の方、えー、ライブの方で開催いたします。まあ、あのライブ、いつもしてるんですけど、あんま質問ないんですよね。<laughs> 質問ある方は質問いただいて、まあ、メールアドレス、ポータルサイトのところに質問のメールアドレスありますんで、そちらから、あのー まあ講義とか関係ないことだったりとかまあ何でもいいんで質問あればやりますんで、はいまあ、質問がなければまあ、いつも1時間かちょ1時間半とかまあ大体講義がそれぐらいでやってるんですけど質問なかったたらそれでで終わりいいと思いますで今回のテーマはですね、えー、まあコンテンツビジネスで最も大事なその教育ですよねどうやってお客さんを教育していくのかそして販売まで持っていくのかっていうところですねで えー、今回頂い,いたテーマが熟成さんからの要望です、はい、ですその教育どうやってしていけばいいですかみたいなあ要望があって、まあ、ちょっとフォローアップでちょっとやってくれませんかっていう要望があったんで今月やりますけれどもどういうコンテンツを毎日作っていけばいいのかっていうとこですよね。で吉谷さんはいっぱいなんかその経験があるからとかなんだんそのしゃべるネタがありませんとかまあいろんな問題があると思うんですよその教育コンテンツで。 であとは結局教育コンテンツを作る理由としては結局その販売をする上での教育じゃないですか。か教育コンテンツしかなかったら、まあ、結局、うん、なんだ、うんまあ、ボランティアみたいな感じじゃないですか。まあ、ボランティアでやってる人はいないと思うんで塾生さんで。 結局その何のために教育コンテンツを作るのかっていうとこの商品を売りたいもしくは自分の商品を買ってもらいたいからそこで信頼関係を構築するための教育コンテンツだったりとか、まあ、集客を含めてっていう部分もあると思いますけど、まあ、この商品を、えー、なぜいいのかっていう教育ですねだから自分との信頼関係を構築する上での教育コンテンツだったりとかあとはこの商品の良さを教育していく上でのコンテンツだったりとかうんでそれをどう作っていくのか でえー、なんだ、うん、いろんなパターンがありますのでそのありとあらゆるパターンをですねいろいろご説明していただご説明しようと思いますで、えー、今回の講義を聞けば、えー、なんだろうなその教育コンテンツが作れませんっていうことはまあないのかなっていううん逆にこれをねこの今回の勉強会のやつを聞いて勉強してコンテンツが作れません教育コンテンツが作れませんそれは申し訳ないですけどただやってないだけです やり方はいくらでも教えられるしまあサポートもねそれに付随していきますけどやり方とかねテクニックいくらでも教えられますでもそれをやるかやらないかは熟成さん次第なんですねでもなんかみんなやらないんでやってほしいなと思いますけどねでこのフォローアップ勉強会も,も相当やってますけど多分もう合計で講義本数はフォローアップ勉強会だけでも、えー、20本以上は超えてますよね たぶん30本近くなってるんじゃないですかねずっとやってるんでうんそうだ2年はやってるから24本とあとはその前のやつもね補足あの補足のやつで前僕が運営してた時のやつもやってあの見れるようにしてるんでうんたぶん30本近くあると思います、うん、まあ調式これだけでも十分あの価値はあるとは思いますけどその価値があるかどうかはやらないと何も意味がないので まあこれからもですねあと僕が60歳までこの毎月のフォローアップ勉強がやってきますけど、うん、いくらフォローアップ勉強会の講義を提供して、えー、やり方とかノウハウとかいろんな話をしたところで、まあ、いつも思うんですけどやらないと意味がないんでやってほしいなっていうのは常に思いますね、うん、でやる過程の中でわかんないことがあれば60歳まで僕はサポートしてますのでまあそのドリアカのねお対やホームからお対やいただければ、えー、動画の方を撮ってますし、うん 多分質問がないっていうのはやってないのかなっていう。だやればなんかわかんないことて出てくるじゃないですか。うん。で、やるっていうのは前提でやってほしいなと思う。<laughs> やるっていうことを前提で聞いてほしいですし、やらないと何も変わらないですから、本当に。うに、ん。 まあ僕はやり続けますよサポートもずっと60歳まではもうするって言ってますからまあ、死なない限り交通事故とかでなんか死なない限りずっとあのこのフォローアップ勉強会も無料でずっとやり続けますし、まあ、塾生さんからお手伝いいただければずっと動画作り続けますんでなやってほしいなと思いますで僕は現行で商品も売ってますから僕もドリアカのフォローフォローそのこういうねフォローアップ勉強会とかまあ今年は塾生さんの あの要望で新年会っていうのもやりたくなかったんですけど新年会も東京大阪福岡でやりましたよで直接塾生さんと会ってまあでもやってよかったなと思いますね直接塾生さんとお話できたんでうんでもねその話聞いて満足しちゃう人がやっぱ多いんで、うんまあ、結局やるか僕もね マンツーマンの家庭教師にはなれないですから結局自分の人生っていうのは自分で切り開いてい,いかないといけないわけですよ。で僕ができるのはノウハウテクニック手法マーケティング、えー、あれとあれるやり方っていうのは教えられるしサポートができますでここしかできないです逆にここしかできないですよ。でじゃあこのやり方だったりとか稼ぎ方だったりとか考え方マインドセットあとはなんだサポートうーん受ける受けないやるやらないは熟成さん次第なんですね。うん うん、だからそれをしない限り人生は何も変わらないですし、うんうん、であとはまあ僕を困らせるぐらい質問来てもいいんじゃないかなと思いますけどねだ本当に僕のこと気,に気を使ってくれてるんだったらあの本当に稼いでもらって吉田さんも「あのちょっと吉田さんにお金払うのはねちょ,っとちょっとお金あんま払いたくないんですけど、まあ、ドリアが入って結果出たんでちょっとあの協力しますよ」みたいな。 あお客さんの声全然取りますんでみたいなまあ、ただじゃないですかと <laughs> なんかそ,そういう気の使い方をしてほしいなと思いますね実際にドリアカに入ってこんな人生変わったよっていうもう吉谷さんのコンテンツに使ってくださいみたいなあとはそのドリアカのね講義僕提供しますよとかうんもしくはお金払いますみたいな。 本当に気を使ってくれてるんだったらそういう風にアクションしてほしいなっていうで僕にいっぱい聞いていただいて、えー、まあ、フォローアップ勉強会もねそのポータルサイトにえっ、ー、と要望があったらご連絡くださいっていうのは書いてありますフォローアップ勉強会まあライブ間でもやりますけどまあそのローカルでもローカルっていうかポータルサイトでも見れるようにしてますけどそこの中で、えー、要望があったらあの連絡くださいとテーマあーこういうのやってほしいっていう。 で今回は熟成さんのね要望あってやりますけどまあその毎月やってるフォロー勉強会も熟成さんの要望があったらそのテーマでやりますしうんやりましょうはいということでえ本日の19時20分ぐらいですね、えー、ライブでやりますんでライブの映像はですね、えー、そのポータルサイトで流しますんで、えー、ライブで参戦できる方は是非ライブで参戦してくださいでは